ラピニャータの溝口です。ボンベッテプーリア風の肉巻き巻きます。ボンベッテというお料理ですね、南イタリアプーリア州の郷土料理で、訳すと爆弾という意味の料理です。食べたら中からチーズとか肉汁がジョッとできて、もう爆弾みたいだし、美味しさも爆弾の美味しさみたいな意味の料理です。それを、今から作っていきます、はい、今回は豚肉を使っていきます。プーリア州だったら子牛使ったりとか、牛肉でやったりすることもあります。豚スライスを2枚ずつ重ねていきます。1センチぐらい重ねて広げてください。でそこに生ハムのスライス、パルメザンチーズのブロックですね。なければ粉のパウダーでも大丈夫です。ブロックの方が優しい甘みのある香りがするので、僕はそっちをお勧めします。珍しいんですけど、ミント。南イタリアは暖かいところなので、ミントがたくさんできるので、なかなかミントって食べないですけど、意外にお肉との相性がいいので、ミントを巻いていきます。こういった感じで、あと胡椒ですね、胡椒いきます。でこれを丸めるんですけど、まず両端から折ってもらって、こうくるくると丸めてください。この両端を最初に折ることによってチーズが溶けてくるんで、それをもう防ぐっていうのもあります。あとこう、そうですね、巻くときに、中の空気を抜くような感じでしっかり丸めてください。境目のところを爪楊枝でちょっと縫うような感じで、こういうような感じで止めてください。今回は生ハムチーズにしたけど、それをオリーブに変えたりとか、ドライトマトにしたりとか、野菜を詰めたりとか、いろいろバージョンはたくさんあります。天板用意してもらって、パン粉ですね、パン粉って細かめに引いたパン粉です。これにこれをまぶしてもらいます。野菜はナスビ、輪切りのナスビとズッキーニとパプリカで、野菜もお好みで、色合いなんでこの野菜使ってください。今はもうちょっとイタリアらしく夏野菜で使ってます。でここに塩入れてもらって、ちょっとまぶしてください。これ下味ですね、野菜下味。でこれも一緒に天板、オーブンバットに並べてください。こういう感じで野菜並べて、あ、チーズですね、チーズ全体かけてもらって、ちょっとオリーブオイルかけます。180度のオーブンで焼いていきます。180度で20分です。はい、20分経ったんで取り出していきます。はい、こんな感じで焼き上がりました。はい、焼き上がりました。ボンベッテを、爪楊枝させてたんで、これを外していきますね。爪楊枝色合いもね、いろいろ赤とか黄色とか緑とかありますんで、ランダムに置いていったら綺麗になると思います。で仕上げに、イタリアンパセリの刻んだやつをかけてもらって、ボンベッテ完成です。